常用市立世小学校は、京都府常用市世にある公立小学校、常用市北東部を校区とする小学校である。1969年4月に、寺田小学校と久津川小学校から分離、開校した。開校当初は校舎が完成しておらず、寺田小学校及び久津川小学校にて分散授業を行い、 同年9月1日より、瀬小学校の校舎にて授業が開始された。中庭には古墳があり、その古墳域は久瀬小学校古墳として国の史跡に指定されている。久瀬小学校古墳は久瀬小学校の中庭に位置する古墳。形状は円墳。芝が原古墳群を構成する古墳の一つで、芝が原九合墳とも国の史跡に指定されている。 噴球は二段築製で直径27.5メートル、高さ3.5メートルを測る。噴球表面では、段築平坦面、噴調に、円筒波に割れ列が認められるほか、軽承波には、吹石が検出されている。噴球周囲には、集合の存在が推定されるが、小学校建設の際に作兵されているため、つまびらかでない。主体部の埋葬施設は、 墳町中央部における木管寺火葬で、墓口からは、糖質土器の取って付け探検ツボ2点が検出されている。これらの出土遺物から、本古墳は古墳時代中期中央の5世紀中頃の築造と推定される。古墳域は2016年10月3日に、久世小学校古墳として国の史跡に指定されている。ABC、史跡等の指定等について、 ABCDEF 山城の二大古墳群お得に古墳群と、ひさ川古墳群マイナス京都府立山城郷土資料館2016年 P41 ひさ川古墳群マイナス国指定文化財等データベース癖小学校古墳に関するカテゴリーありがとうございます